おはようございます。あくびがでかい？すみませんね。ま、こういう感じで始まるわけです。誰だってそうでしょ。アラームが鳴ってスヌーズを何回か押してようやく体を起こす。足を引きずって洗面台へ行き歯磨き、携帯チェックからのシャワー、それからコーヒーを入れて、そこでふと鏡を見ると、あれ、やだ。小さい黄色いものが目の端についています。水っぽい時もあれば、目が開けられないほどバリバリな時もありますね。そこへ飛び込んでくるあなたの愛犬。尻尾をフリフリ、おはざます。あれ、この子も目やにがついていますね。一体これって何なの？まずはステップ1、まばたきから見ていきます。1回のまばたきは1秒足らずで行われますが、この行為こそが目を守る最大の仕組みなんです。無意識に行われる動作ですが、これにより毎分20回ほどのペースで目からゴミが取り除かれ、潤いが保たれることになります。まぶたが閉じるたびに油分が目の表面に行き渡ります。ですから、瞬きは目の乾きを防ぐ行為でもあるのです。時々、目に小さなゴミが入ることってありますよね。大抵の場合は、全く心配ありません。瞬きによって、そのゴミは外へと出ていきます。この一連のプロセスが、夜間には瞬きを介さずに行われます。目は閉じたままですが、浄化機能は止まりません。目に残ったゴミで目が傷つかないよう、それらは取り除かれ続けるのです。またただのゴミ掃除にとどまらず、目は睡眠中に細菌とも戦います。これらすべてが目やにの正体。目やにとは、皮膚細胞、油分、水分、そして目から涙によって押し流されたゴミの塊なんです。人の 20% は目を開けたまま寝ると言われています。夜ふと目を覚ました時にそんな人と目が合うと結構怖いですよね。しかし、このような人の目はかゆみを伴う確率が高く、その原因は夜間に起こる目の乾燥です。朝起きると時々目をこする人がいますが、これは夜の間に目が乾燥しているのかもしれません。ですから、目やにが出ること自体は大丈夫なんです。朝の自撮り前に顔を洗うのだけは忘れずに。いやはや、皆さんの親御さんはあんまり長く画面を見すぎるなって言ってきたりするんでしょうか。しかし、これとても正しいことなんですよ。まあでも、私はうるさく言うつもりはありません。ただ、画面の見すぎはドライアイの原因になるのです。これは日本の研究で分かったこと。画面を長時間見て過ごす人は、その他の人に比べて涙に含まれる油分が少ないのです。ちょっと試してみてください。両手をこすり合わせると熱が起こるほどの摩擦が発生しますよね。では、ハンドクリームを塗ったら？起こりません。涙はこのような機能を持っているのです。それから、20-20-20ルールも守るようにしましょう。20分おきに目をスクリーンから離し、20フィート、つまり6メートル離れた先のものを20秒間眺めます。時折10秒間目を閉じる体操を行うのも良い考えです。これはおばあちゃんの知恵ですね。目の周りをきれいにしたいときは、布をぬるま湯につけ、それを優しく目に押し当て外側に向かって拭きます。目は脳に次いで2番目に複雑な体の器官です。目には200万を超える部品があり、それらの大きさは10代の間に決まり、そこから先は変化しません。骨や臓器、皮膚、筋肉、鼻、耳などは育ち続けるのですけれどね。もし目も育ち続けたらどうなってしまうんでしょう。まるでフクロウのような顔になることでしょう。目のサイズはゴルフボール大、また長いまつげに濃い眉毛が必要になります。目は常に機能し続けています。また再生能力も高く、ちょっとの傷であれば2日間で治してしまいます。週に6回のジム通いをしていたとしても、活動量で目の筋肉に勝るものはありません。目の筋肉は最も活動的で、かつ動作が速く、眼球の上下左右運動、瞳孔の開閉を文字通り瞬きをする間に行っています。目を守っている器官はまぶただけではありません。まつげも
ホコリが入ることを防いでくれるもので、眉毛は小さなスポンジのように汗や水を目に入る前に吸い取ります。これらの器官は動物によって違い、暮らす場所がその性質を左右します。ラクダのまつ毛は10センチも伸び、彼らの目を砂漠の砂塵から守り続けます。写真写りがいいのも頷けますね。眼球の移植手術を考えている方、申し訳ございません。そのような手術を完全に行う技術は現在存在してはおりません。視覚神経はあまりにもデリケートで、100万を超える神経繊維を全てつながなくては目の再建が行えないのです。角膜だけが必要だという人は、人の角膜に非常に近いという理由でサメの角膜が利用される場合があります。ハチには目が5つあります。イルカは目を開けたまま眠ります。犬や猫、鳥、魚、爬虫類にはまぶたが3枚あり、これは不公平。人間にだってもう何枚か欲しいですよね。目は毎時3万6千ビットの情報を処理することができます。見分けることのできる色の種類は100万単位で、それでもなお人の目には映らない紫外線や赤外線が自然界には存在します。1秒ごとに目は動くものを50個まで追跡することができます。道を歩く間の処理能力はすごいですね。走る車に回転するタイヤ、空を流れる雲、頭上を飛ぶ飛行機、歩行者に散歩中の犬、猫、どこかを通り過ぎるネズミ、目はあなたが朝のコーヒーのことと寝癖のことを考えている間にもそれだけの情報を捉えているのです。目の奥には盲点と呼ばれる場所があります。これは視神経が網膜に接続されている場所で、目と脳は常に協力してその盲点の像を再現しようとします。ですから人は普段盲点の存在には何らかの理由がない限りあまり気づきません。テレビに出てくる警察が網膜のデータベースを洗っている場面に遭遇したことはありますか？これは目に256の固有の特徴があるから。指紋は40しかないため、人の目を見ることでその人がその人であることがよりわかることになります。目は人それぞれで違うのです。目は複雑かつ能力が高く、脳は視覚情報を得るためだけにその 50% の力を使います。そのため人が音楽やボイスメールを聞いたりするときに目を閉じると脳の力が大幅に解放されるのです。瞳孔は人の感情を表します。大きくなったときは興味であったり心を惹かれていたり、はたまた嫌悪を抱いていたりと、様々な理由が相手の裏にあります。人は口よりもまぶたを動かします。物を読むときは回数が減り、そのため読書の後などは目の疲れを感じます。ちなみに人は電子書籍よりも紙の方を25倍の速さで読むことができると言われています。青い目を持つ人よりも茶色の目を持つ人の方が数が少なく、青い目を持った人間は7000年前に現れ始めました。それ以前の人類は皆茶色い目をしていました。そのため青い目を持つ人たちには共通の祖先があると考えられています。その人類の名前はアーニーと名付けられています。目も皮膚と同じように日焼けをします。青い目が茶色に変わることはありませんし、数日経てばまた元に戻ってしまいます。しかし目の日焼けは非常に不快なものなので、まぶたがあることに感謝しましょう。次にくしゃみをするときは目を開けたまま、あるいはまばたきをせずにくしゃみができるか試してみてください。目を開けていても目玉がすっ飛んでいったりはしませんので大丈夫。これは人体の反射によってくしゃみの際に目が閉じられるというお話。その理由は科学者でもわからないそうです。人体には様々な反射による機能が備わっています。膝を叩くと足が跳ねたり、あ、それから子犬を見た時に笑顔になるのも反射ですかね。目そのものを怖がる人もいます。眼科恐怖症だったり目を触られるのが苦手な人もいます。他人と目が合うのも怖いという人も存在するようです。さて、いろいろとお話をしましたが、目の働きを最大限に引き出すにはどうすればいいのでしょう。その昔、海賊は視力が良くなると信じて金を耳に身につけていたようです。人が得る知識の 80% は視覚情報から。目は
脳が外の世界を知るための窓口なのです。そして悲しいものを目にすると人は泣きます。この泣くというメカニズムについてはまだまだ科学でもよく解明されていないんだそうですよ。それではまた。